中島敦志多いね。そうですね。三、四、四くらいですかね。今日も、今日も。はい。はい、ではお楽しみください。皆さんこんばんは、西村です。ですね、まあ、今日僕が読ませていただくのが、お手元のパンフレットを見ていただくと分かると思うんですけれども、洋憤録というものです。ちょっと読みにくい、僕もつい最近までこれ陽気録だと思ってたんですが、洋憤録というものを、中島敦志さんの読ませていただきます。で、まあ、意味としてはですね、まがごと、良くないことの起こりそうな怪しい気配、その記録みたいなことなんだそうですけれども、今日のテーマが男と女ということで、中島敦志のこの洋憤録を選ばせていただきました。なんか怪しい色気のある女の人にいろんな男が振り回される、雑に言うとそういう話です。注目の、お話でございます。では洋憤録、中島敦志。口数の少ないごく控えめがちな女であった。美人には違いないが、動きの少ないデクのような美しさは時にアホに近く見えることがある。この女は自分ゆえに引き起こされる周囲のさまざまな出来事に驚きの目を見張っているように見えた。それらが自分のために引き起こされたのだということに一向気づかぬようにも思われ、気づきながら少しも気づかぬように装っているのかもしれん。気づいたとしてもそれに誇りを覚えているのか、迷惑を感じているのか、愚かな男どもをあざけっているのか、それは誰にもわからない。ただそんなおごりの気配だけは少しも表に現れない。作り物のように静かな顔に、時として不意に燃えるような華やかさの動き出すことがある。切迫の冷たい赤眼のうちに急に火が灯されたように、耳たぶはみるみる蒸気して紅玉色に通り、漆黒の帽子は怪しい潤いに光ってくる。うちに火の灯っている間だけ、この女は世の常の女ではない。こうした時のこの女を見た少数の男だけが、世の常ならぬ愚かさに我をも忘れるものらしい。陳の大夫、魚宿の妻、夏季は、帝の牧校の娘にあたる。周の帝王の元年に父が死に、その後を継いだ兄の芝もすぐに翌年変死した。陳の霊光と夏季との間は、ちょうどその頃から続いているのだから、すでにかなり久しいことである。後院の君主に強いられてこうなったのではない。すべてこうしたことは、夏季にとって水が低きに流れるように自然になるのである。興奮もなく、後悔もなく、ただいつの間にかなってしまったというほかはない。夫の魚宿は、典型的なお人よしの育児なしである。うすうす気づいてはいたらしかったが、さて気がついたところでどうなるものでもない。夏季は夫にすまなさを感じるでもなく、さりとて軽蔑を感じるでもない。ただ前より一層心優しく夫をもてなすようになった。ある時、霊光が町にいて、正慶の光寧と義候補とに戯れ、ちらりとその肌着を見せた。生めかしい女物の肌着である。二人はぎょっとした。光寧も義候補も実はその時それと同じような夏季の肌着を身につけていたからである。霊光は知っているのだろうか。もちろん二人はお互い同士のことをよく承知している。二人にだけ夏季の肌着を見せたところからすれば、霊光もすでに二人のことを知っているのではなかろうか。主君の戯れに天佑の笑みを持って答えてよいものかどうか、二人は恐る恐る霊光の顔色を伺った。二人の見出したものは、底いのなさそうな、ただみだらな、やに下がった笑い顔である。二人はほっと胸をなで下ろした。数日後には二
二人ともまた霊光に自分らの生めかしい肌着を見せるまで大胆になってきた。節也という硬直の死が霊光に直言した。光景が陰を示せば下々の者もこれに習う恐れがあります。それに第一外聞も悪いことですから、何卒そういう真似だけはおやめくださいますよ。実際当時の秦の国は強国秦と外の間に挟まれ、一方につけば一方の侵略を受けるというありさまで、女狂いどころではなかったのである。霊光も我よく改めんと謝るほかはなかった。しかし孔明義候補の二人が神を恐れざるの真は覗かねばならぬと主張した。霊光も強いては止めない。翌日節也は何者かに刺されて倒れた。やがて人の良い夫の御宿も妙な死に方をした。霊光と二人の小兄との間には嫉妬というものがほとんどなかった。嫉妬の生ずる余地のないまでに火器の周りに立ち込めた雰囲気が彼らを麻痺させていたのである。三人の疲れた男がある日火器の家で酒を飲んでいると、火器の子の長女が前を進んだ。その後ろ姿を見ながら霊光が候補に言った。長女はお前に似てるぞ。候補は笑ってすぐに報いた。とんでもない、ご主君にこそ似ていらっしゃいますよ。青年家長女は二人の言葉をはっきりと聞いた。父の死に対する疑惑や母の生活に対する憤懑や自己の運命についての屈辱感や、そうしたものが一時に火となって彼のうちに燃え上がった。宴が終わって霊光が出ていくとき、たちまち一本の矢が飛び来たってその胸を貫いた。遥かに離れた馬屋の闇の中から爛々と燃える家長女の眼が覗いている。絶望的な怒りに震えるその手にはすでに第二の矢がつがえられている。孔明と義候補は恐れ慌てて家にも戻らずに、すぐにその足で祖国へ難を避けた。当時の習い徒で一国に乱が起こるとそれを鎮めるという名のもとに必ず他の強国の侵略を受ける。秦の霊光が強いせられたと聞くや、祖の宗王は直ちに軍を率いて秦の都に行った。家長女は捕らえられ立門というところで車先の刑にあった。秦国の乱れのもとになった火器は初めから祖の少子の好奇の目の的になった。毒々しい妖婦的な要望を想像していたのに、案外平凡な物静かな女を見出して失望した者もいる。自分の行為について何の責任も負わぬ幼児のように、火器はこの亡国の騒ぎにただ一人無邪気と言っていいくらい取り澄ましていた。国慶に処せられた一人息子の運命にもさして心を動かされない様子で、入れ替わり立ち替わり目の前に現れる王やその携帯符の前につつましやかに目を伏せていた。宗王は凱旋の時に火器を連れ帰った。これをうちに入れようとしたのである。はい、ここまでで一旦ブレイクでございます。ですね、ここから話がすごい込み入ってくるんですよ。なのでちょっと読んでても分かんないかなということで、僕が雑に説明をしてまた朗読の方に戻るっていうことでやらせていただきたいと思います。ですね、今までのがこの秦という国で起きた出来事だったんですけど、この秦というところでこの火器って女の人がいろいろなトラブルに見舞われたっていうか、なんか良くないことがいろいろ起きてしまっていろんな人が死んでしまったと。でこの乱を平定しようということで、この祖というところがですね、宗王というのがもうここに討伐に来たわけですよ。それでお、いい女がいる、連れ帰ろうって言って、祖国の方に連れて帰ったわけなんですけれども、連れ帰ったとなったら当然ね、この火器、というのを嫁さんにしようと、企むんですけれども、そこでその祖の中でもとりわけ頭の切れる不信という男、これが第2部っていうとあれですか、後で読む方の主人公みたいな。この不信という男が王様に言うわけです。いやいやいや、おやめなさいよ王様、ね、
ってあれですよ、私たちはあの乱を鎮めるために兵を出したって言うんですから、それでね、なんか女連れ帰って結婚してそれでよろしくやってるんじゃ、女欲しさに伏せめたと思われますよ、およしなさい、こう言ったわけですよ。そうするとその孫、孫王って王様は、まあそれもそうかっつって、カキのことを諦めた。で、王様が諦めたとなると、今度は一番偉い大臣がこのカキに目をつけるわけです。いや、いい女だな、結婚したいななんて言ってると、またこの不審という男が出てきて、いや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 、大臣様おやめなさいと。まだね、あの女に関わった男が何人死んでると思ってんですか。いや、縁起でもないですよ、大体ね、まあ、美人なんていくらでもいるんですから、他のやつにしときなさいって言われて、この大臣も渋々ながら諦めたわけです。で、どうなるかなと思ってると、上楼っていう、まあ、弓の、何でしょう、弓を司る、職についてる男、こいつのところにこの火器っていうのが結局嫁に行くわけです。まあ、取り立てて当たり障りのなさそうな男のところに行くんですけど、で、この上楼のもとに行って、まあ、夫婦になるわけなんですけど、戦、この頃も戦がすごい起きてたので、戦でこの上楼という男がぱったり、死んでしまうわけです。で、死んでしまって、まあ、未亡人ということになるんですけど、そうすると今度はこの火器っていうのが上楼の息子の黒陽って若い子と何やら怪しい仲になり始めたらしいと、そんな噂が立ってくるわけでございます。それでもうこの上楼っていう夫が死んだ、よし今だって言って出てきたのが、さっきいや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 、おやめなさいおやめなさいって言ってた不審っていう男、この頭の切れる男がやっぱりこの火器のことが欲しいっていうことで、だんだんとアタックをかけていくわけなんですけど、その不審という男はね、やっぱり分かってるんです。その、その国、自分が今いる国ではもう散々いろんな人におやめなさいおやめなさい言った挙句、自分が結婚するのはちょっとそれはないだろうということは分かってるので、いろんなこう策を巡らせた挙句に、その火器っていうのを一旦違う国の方に連れて行って、で、自分がそれを追っかけていく、で、そっちの国で一緒になろうということを計画して、見事こちらの秦という国一緒になるわけなんですよ。で、面白くないのはこの孫の方ですよ。そうで、もういや、やめろやめろって言われてた男たちがもうカーッと頭にきた。あの野郎、結局カキのことが欲しかったんじゃねえかっつって、もういいよいいよ、あいつの一族皆殺しにしちまおうっつって、この不審の一族は皆殺しになった上に財産の没収という形になります。そうするとですね、こっちの不審ももうこれドタマにきますよ。あんな何をしやがるんだこの野郎っつって、この秦っていう、まあ、居候してた国を何とか焚きつけて、この楚と戦争をしようということになるんです。国同士の争いが起きて、もう 一年にもう7度8度大きな戦が起こるようなことが起きるわけでございます。この今ざーっと説明している間に結構な時が経っていると思ってください。そして何とかこの戦はですね、この不審っていうのが、仮住まいしてた方が勝利を収めるということになるんですけれども、本編になります。火器は不審の質としてようやく落ち着いたように見える。努めて己を抑え、天の意には決して逆らわない。これがかつて陳祖二国を騒がした容器とはどう見ても受け取れない。しかし不審は決して休んじなかった。カキは前からこうした女なのである。この女は年を取らぬのかもしれぬ。もう50に近いはずであるのに、肌は諸子のような艶を持っている。その不思議な若さが今や不審にとって煩わしい心遣いの趣旨であった。飛翔動木にくらわしめて密かに探らせたこともある。彼らの報告はいつも火器の定宿を保証するものばかりである。それらの報告をそのまま信じ込むほど人の良い男ではなかったが、ひそやかな監視をやめるほどには未だ挑戦足りえない。どういう気持ちであの女を追い求めたのか、もはやそれが不思議でならぬ。以前の上楼の子黒陽との場合を考えると、不審はすでに成人した息子たちにも猜疑の目を向けずにはいられない。一心、雇用を久しく母国にとどまらせたのも、一つにはこうした捕虜からである。定宿な火器が家に来てから、
富に錯覚となった身辺を顧みて、彼は愕然とする。巧みな術策によって競争者を出し抜き、うまうまと手に入れたと思ったのだが、手に入れたのは果たしてどちらだったのか。自分はもう火器を欲してはいないのだと思う。その頃の己と今の己とはまるで違ってしまっている。ただあの女を求めるという昔の意志の方向だけが自分から独立して習慣として残っており、それが今も支配を振るおうとしているだけだと、そう思うことがある。彼は近頃自分の生命がもはや下り坂を急ぎつつあるのを認めないわけにはいかない。精神と肉体との衰えがあまりにもはっきりと意識されるのである。ある時、夕暮れの尾行の中に容器を吐き尽くした白狐のごとく淡然と座った火器の姿を横合いから眺めた時、いかに自分の運命がこの者のために高い値を払わねばならなかったかを不審は初めてまざまざと感じた。思わず立然とし、だが次の瞬間、なぜか知らぬが訳のわからぬ妙なおかしさがこみ上げてきた。こんな馬鹿げた踊りを。白狐のような火器も所詮は操られたに過ぎぬのだ。己の一生の無意味さが人ごとのように眺められたのである。踊らせた操り手の心が乗り移ったように、彼は締まりもなくゲラゲラと笑い出した。はい、では、はい、ありがとうございます。次はね、オレンジミステリーという作品です。